ノーザンスパイは、スパイと、キングとも呼ばれ、1800年頃に、ニューヨーク州、イーストブルームフィールドで生まれた、栽培リンゴの品種である。ニューヨーク州で人気がある。ノーザンスパイは、歴史的な株を記念する2013年に、発行された4種類の33セント切手セットで、米国有成公社によって、ボールドウィン、ゴールデンデリシャス、 グラニー・スミスと共に表彰された四つのリンゴのうちの一つである。日本へは北海道外拓誌によって1872年に導入され、当初は様々な名前で呼ばれていたが、1900年に君が袖の品種名が定められた。ノーザンスパイはシーズンの後半にかなり遅く生産される。肌の色は緑の地面で赤い縞模様で洗い流されている。 白い肉はジューシーで爽やかで濃厚で芳香族のアサン風味で穏やかに甘くビタミン C 含有量が高い。その特徴的な風味はほとんどの人気品種よりもターターであり、その肉は薄い肌でほとんどのよりも硬いカリカリである。ノーザンスパイは一般的にデザートやパイだけでなくジュースやサイダーのために使用される。これは遅い成熟のために長持ちする傾向があり、 保存しておくための優れたリンゴである。ノーザンスパイは1800年頃ニューヨーク州ロチェスターの南にあるニューヨーク州イーストブルームフィールドで栽培された当時コネチカット州から持ち込まれた保存され栽培されていた失敗作ではあったが苗の芽が生き延びていたのを発見されたワグナーリンゴがその先駆者の一つであると考えられている。ワグナーリンゴはその鈍い着色 不規則な形状、薄い皮にできる、あざの傾向、特に苦い穴に加え、花の大病性も欠如し、あまり好まれなかったが、羊毛のアブラムシに対しては耐性があり、カサブタに対してもやや抵抗性がある。栽培地域以外の小売市場では広く、流通できないが、依然として、加工リンゴとして重要であった。ノーザンスパイは、非標準のルートストックに移植されない限り、 身を結ぶの20年もかからることが知られている。にもかかわらず、標準サイズの木になるために、他の品種を継ぎ木するための優れた根のストックを作る。エドガーリーマスターズのスプーンリバーアンソロジーの詩、コンラットシーバーと、チェイスとアッケルの詩の中のノーザンスパイリンゴの木の人物で、その最初の本、ノーザンスパイは1981年に、 ピッツバーグ大学出版局によって出版された。ノーザンスパイの箱は、ジョークとして1953年にトロントグローブとメールのニューススタッフによって、上院議員、ジョセフ・マッカーシーに送られた。ありがとうございます。